はい、皆さんこんにちは。 IP メモリズへようこそ。今回の動画は千葉県にあるノコギリ山について紹介したいと思います。この山なんですけど、結構いろいろな特徴があって、まあ一番のが、つくし海岸線と展望台があって、でその後は、歴史と文化のスポットにもよく知られています。こちらは登山マップになります。 PDF 版を見たい方は、下の、説明欄に、僕リンク貼っておきましたので、そちらからダウンロードしてみてください。で、今回のルートなんですけど、ちょっと他のルートとちょっと全然順番逆になってしまうんですけど、宝田駅から出発しました。で、その後は GFEDC 順に、で、最後に、下りは六栗山のロープウェイ使って下って帰りました。やっぱりですね、下りはロープウェイ使いたいんですね。下りを。なぜかというと、下りの方はめちゃくちゃ景色がいいんですよ。まあ、前回僕の比叡山の、動画でも紹介しましたけども、下りの方はロープウェイ使ってめちゃくちゃ正解だったです。はい、ただいま、宝田駅に到着しました。これから、のこぎり山の方に向かっていきたいと思います。で、普段は僕、iPhone で撮影したりしたんですけど、今回は、初めて、インスタ360H3 というカメラ、360度カメラを買ってきましたので、今回はこのカメラを使って撮影しました。初めて新しいカメラで撮影したんですけども、ちょっとショックな出来事がありました。なんとですね、このザラザラな地面にカメラを落としてしまいました。こんな感じですよ。もうこの後動画の黒い部分があったら、この傷だと思っていただければと思います。後日ですね、すぐ、修理の依頼を、していたんですけど、まあそれはまた別の動画で紹介したいなと思います。駅から20分歩きのところでめちゃ優しいおばあちゃんと出会いました。山に登るんでしょ。登ります。山に登れば涼しいよ。あ、そうですか、ね、そうですか。高いもんね、はい、今日はちょっと見通しが悪いかもしれないね。山頂まであとどのぐらい行けば山頂まで行く。前から早いんじゃない。あ、そうですか。頑張って、はい、おばあちゃんも熱中症気をつけてください。はい、ありがとうございます。はい、ではやってまいりました。こちらは日本寺の大仏広場になります。入り口は5箇所がありまして、僕らは一番下の入り口から入ってきました。大仏はめちゃくちゃ大きいですね。なんか大自然の中に囲まれた大仏ですね。あれ、なんかここのこの辺何かありますよ。あれな、あ、お願いお地蔵様。わ、結構な量ですね。すごいですね。調べたところ、この大仏は、1783年に、27人の門徒と岩山を、3年間かけて彫刻したものに、なったそうです。はい、次は地獄のぞきというスポット、やってまいりました。こちらなんですけども、結構人が多くて、僕らは、1時間半ぐらい待ちました。ちょっと待ってる間に、僕ら立ってる、展望台の床に、なんか謎の穴が、を発見しました。何のための穴かよくわかりません。で、あと5人ぐらいで僕らの順になりますけども、はい、皆さん見てください。めちゃくちゃ怖いですね。この角度から見たら、怖くないですか？この角度から。うわぁ、名前ローリーですね。地獄の覗き。うわ、めちゃくちゃ怖いですね。僕は高所恐怖症なんで、ここまで登ったらめっちゃビビるんですね。で、撮影スポットまで僕は這わないといけないですね。普通に歩けないです。怖くて。はい、地獄のぞきです。こんな感じです。どうですか、皆さん。わあ、絶景ですね。もう地球は丸く見えますね。で、この後は、このカメラで、360度を撮影した、絶景を、皆さんに紹介したいと思います。はい、どうぞご覧ください。
もうちょっと他のところを回して、皆さんに紹介したいんですけども、ちょっと追加の制限とかもありますので、これから六本木駅に向かって、帰りたいと思います。で、帰る前にちょっと軽くご飯食べました。僕食べたのが、味噌ラーメンになります。めちゃくちゃうまかったですね。おすすめです。食べた後ロープウェイ乗って帰ります。で、このロープウェイの中は結構広くて、12人ぐらい入りそうですね。で、あとこの日はちょっと天気があまり良くなくて、曇りが多いんですけども、ちょっと晴れの日は多分めちゃくちゃ綺麗だと思います。はい、僕の動画は、これで終了いたします。皆さん、ご視聴ありがとうございました。では、次の動画にまたお会いしましょう。